So she gave me one call, one money. はい。わかりました。This is weird.歩いてたんだか。ちょうど今どこに行っているんだろうって話をしていたところなんです。目を離すとすぐにフィールドに出て行っちゃうもんね。Okay, new girl. Come on. I'm not like Kirito.Maybe.I am, but at the same time, I'm not. あれ？その子のカーソルの色、もしかして。Yes, she's weird.一度で終わりじゃなく、続きもののクエストとかですかね。クエストを進めれば話が分かってくるとか。Okay, so she's not normal. 何かおかしなことでもあった？順を追って説明します。通常 NPC には必ず役柄や性格などが設定されます。Okay, so every NPC has
set personality and an objective. He's set up. それって例えば町娘とか商人の子供とかそういうこと？Yes, a role. Every NPC has a role, some kind of a role. それにより NPC たちは与えられた役を演じるのですが、その NPC はそうした設定が全てぬる、うん、値が設定されていない初期状態なんです。 And she has none. No preset, personality or a role. わかりません。制作スタッフのミスなのか、プログラムの不具合なのか。キャラクターの役割が未設定のままのクエスト NPC。じゃあその子は自分が誰で何の目的があって存在しているのかもわからないってことね。なんか不憫な感じよね。そうですね。名前がないっていうのもちょっと。名前か。そうだ、私たちで考えてあげましょうよ。OK。 考えるって名前を？だってそうじゃないと呼ぶとき困るじゃない。もちろん本人が気に入ってくれればだけど。そうね、ちゃんと名前で呼んであげたいな。どんな名前がいいかしら。やっぱ可愛い名前がいいですよ。名前？私の名前。そういえば名前を思い出せないです。She can't remember her name.
うん、やっぱそれかな。いいんじゃない。はい、文句なしです。プリミア、プレミアちゃんってどうかな。それもあるけど、もう一つ、英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。プレミア、呼ぶときにプレミアちゃんって呼んでもいいかな。プレミアちゃん、あーちゃんのところは違うからね。プレミアどうかな。別にどう呼んでも構いません。本当の名前は思い出せませんので。うん、それじゃあプレミアちゃんって呼ばせてもらうね。はい、 OK。 それでこれからこの子はどうすんの。しばらくは私たちが面倒を見るってことでいいかな。Okay, until we find out what is happening to her, she will be with us, with our party.What is it? She wants me to help her with something?Those trees, I wonder if I have the items she wants already.